はいどうもエキゾチックホットです。今回はこの前にちょっとね新しくお迎えしたジャングルカーペットパイさんの飼育環境についてちょっとね説明していきたいと思います。まあ、説明というか、まあ、セッティングの動画になるんですけども、じゃあ早速ねちょっとやっていきたいと思います。はい、それではじゃあ早速ねこの子新しくお迎えしたジャングルカーペットパイソンの飼育環境をちょっとね説明していきたいと思います。まあまだちょっとねこの子ちっちゃいベビーサイズなんであんまりまあ大きくないようなケージを用意したいと思います。で今回まあ使うのはこのリプタイルボックスですね。だいたいこう長さは30センチぐらいの長さになるんですけども、これをちょっと使っていきたいと思います。床材は、キッチンペーパーですね。ちょっとうんちとかしたりしたらすぐ交換できるようにキッチンペーパーを使っています。で必要なものはだいたいキッチンペーパーの床材と、あとは温度計と、水ですね。水の中に入ったりとかするんで水の用意をしています。はい、じゃあちょっとね早速ちょっと入れていきたいと思います。で結構ねジャングルのベビーとかって噛むんで、こういう感じでグローブを使ったりしてちょっとね噛まれても大丈夫なように触っていきたいと思います。まあこんな感じでね結構こうガブッとくるんで、こう見てください、結構こう来てますよね。なんで、はい、来た。まあ、こんな感じで結構ねジャングルのベビーとかカーペットのベビーって結構噛みついてくるんで、ね、グローブとかはめてねちょっと怪我しないようにしてください。でまあこんな感じでちょっとね、まあ、水を置いて、よいしょ、手で入れて、よいしょ、すごい噛むんで気をつけてくださいね、皆さんもお迎えするときは。でこんな感じで、まあ、水を置いて、あとは温度計ですね。あれ、温度計どこ行った？あ、温度計。温度計、ここにあった。まあ、温度計入れて、よいしょ。入れて、入れて。温度計ですね。入れて、入れて。まあ、温度計入れて、ちょっとこうずれないようにはめて、まあ、こんな感じです。まあ、ベビーの時はあんまりね、こう飼育環境はあんまりこう、掘るって言ったらおかしいですけども、まあ、いろんなこうなんていうんですかね、まあ、床材使ったりもしてもいいんですけど、僕は結構こうシンプルに至って準備しています。まあ、ちょっと紹介すると温度計と、あとは、水入れ、あとはキッチンペーパーで床材ですね。でもベビーの時こんな感じでよく噛みついてくるんで、皆さんもねお迎えした時はちょっとねぜひ気をつけてください。僕はねこのこれです、グローブ必須です。グローブ使ってます。こんな感じでちょっとねこう頭の方をこうなんていうんですかね S 字のようにこうなってくればもうね噛むっていう証拠です。はい、まあこんな感じでちょっとね今回短いんですけども、ちょっとねジャングルカーペットパイソンの新しくお迎えしたこの飼育環境のセッティングになりました。まあ、この方がね結構シンプルでいろいろねこう掃除とかもしやすいと思うんで、またもしね皆さん工夫とか入れてみて自分なりにねこうお世話しやすいような環境をね作っていけたらなと思います。じゃあ今回の動画はこの辺りで終わりたいと思います。またもしよかったらね、次の動画もまた見てみてください。チャンネル登録、コメントもまたよろしくお願いします。じゃあこの辺りで今回は終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。